ハイプレボルドモ野球人です。阪神待望の新助っ人、MLB 通算84登板の1歳リリーフ1獲得へ、ゴルテンブルワーということでございまして、はい、阪神ですね、補強のお話が出てきました。まあ以前からね、新外国人選手、いろんな選手話が出ておりましたが、まあどうやら最終的にね、この人になりそうということでございます。MLB でも実績のあるね、リリーフピッチャーというところで、まあ今年もかなりトリプル A でね、いい成績残しているということで、結構期待が持てるんじゃないかということになっておりますので、まあその辺含めね、チェックしていきたいと思います。まずは記事から見ていきましょう。はい、阪神新助っ人にゴルテンブルワー獲得へ。阪神が新外国人としてヤンキースのトリプル A、ゴルテンブルワー投手の獲得に動いていることがここの中分かった。193センチのリリーフ1で150キロ超えのカットボールを投げ込む18年ぶりのアレを狙う岡田阪神だが、守護神の岩佐が離脱しているブルペン陣の強化が急務。臨機応急が成功すれば強力ブルペン陣がさらに分厚くなる。メジャーでもシーズン58登板の実績があるブルワーに虎が白羽の矢を立てた。右上手から150キロを超えるカットボールが武器のパワーピッチャー。メジャーの左打者の強打者相手にぐいぐい内角を攻め込むスライダーカーブを持つ。今季は4月にヤンキースで3試合に登板、トリプル A では15試合で防御率 1.35 と好投。守護神岩佐が離脱しているブルペン陣は緊急補強が必要だった。この日、球団社長は具体的な名前こそ出さなかったが、交渉は進んでいますと、新助っ人獲得に動いていることを認めた。もともと球団は、独立リーグの外国人投手なども含め幅広く調査。その中で元メジャーのブルワーが有力候補となった模様だ。外国人選手はあまり多く必要としない岡田監督の考えから、さっきまでの8人体制から今季は野手2人、投手2人の助っ人5人でスタート。だが2年目のカイル・ケラーは安定感がなく勝ちパターンには入っていない。キャンプでは岩佐の大学を最高だったビーズリーは先発に転向、先発で獲得したビーケラーは右肘痛もあり、ここまで1試合も1軍に登板していない。現在は岩崎をクローザーに据え、岩佐だ石平のメンバーで踏ん張っているが、前半頑張ってきた梶谷が2軍降格するなど疲れも見えてきた。ここでブルワーが後半戦で機能すれば一気に問題は解消される。岩佐の一軍復帰を焦らせる必要もなくなる。阪神からメジャー移籍したスアレスのようにタイトルを争うような活躍ができれば、岩崎も本来の8回に戻れる。この日試合前にグラウンドに姿を見せた岡田監督は、日本行きが濃厚となったレイズロドリゲスの質問に、関西の球団ちゃうか、明日になったら分かるよとにやり、練習後にはないない待ち子を取ったと否定したが、島村球団本部長はもうちょっと待ってと、他の外国人投手の普及が近いことを匂わせていた。混戦の中、首位を守り続けるチームにとって朗報は近そうだということですね。はい、というわけで、まあ、阪神ね、ブルワーを獲得ということでございました。まあまあ、もうね、ブルワー自体リリースされておりますので、ほぼほぼ確定じゃないかなというふうに思います。まあ結構ね、阪神に関しては補強をするんじゃないか、みたいなところはね、匂わしては来ていたんですけど、まあまあ、ついにね、動いていきたいということでございました。では、このブルワー選手、どういった選手かというところをしっかりとチェックしていきましょう。はい、では見ていきます。コルテン・ブルワー。2011年 MLB ドラフト4巡目指名の選手で、出身地はアメリカ。1992年10月29日生まれ、30歳、193センチ、104キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。平均が約150キロほどで、球種がスライダー、カット、カーブ、シンカーなどになります。パイレーツのマイナーで主に先発として経験を積むと、2016年オフにルール5ドラフトでヤンキースへ移籍します。翌年にはトリプル A に8昇格すると、オフに FA となりパドレスとメジャー契約。その年に MLB デビューを果たすと、オフにレッドソックスにトレードとなり、2019年には自己最多の58試合に登板し、リリーフとして台頭します。しかしそこからは MLB 定着とはならず、様々な球団を渡り歩くと、今季はヤンキースに所属し、トリプル A で好成績をマーク、 MLB でも登板の機会があったということでございます。はい、このブルワーですね、 MLB での実績っていうところがある選手で、58試合ですね、キャリアハイで登板しているということでございます。まあただ近年はそこまで MLB で活躍っていうのができていなかったということでございます。でこのブルワーですね、7月の7日に球団からリリースされていたというところではあったんですよね。新助っ人で言うとですね、ロドリゲスが日本行きっていうところで噂になっておりまして、でまあどこに行くんだろうっていうところであったんですけど、ヤクルトがね話に出てきました。まあこれはまた後でね別途動画作るんですけど、その裏でですね、このブルワーもリリースになって、これ日本行きあるんじゃないかみたいなことがですねちょっと言われていたんですよね。でそしたらですね、案の定今日ですね、阪神が獲得報道というところでございました。まあ獲得調査リリースに至っているということでございますので、まあほぼほぼね来るんじゃないかなというところでございますので、もうほんとね数日以内に何かしらの発表があるのかなというところでございますが、ではね、このブルワーどういう成績かというところもしっかりと見ていきましょう。はい、では成績ですねチェックしていきましょう。 MLB の通算は84試合で2勝5敗、
7ホールド 99.1 イニング、防御率 4.98、 奪三振率 8.34、 四死球率 5.53 という成績でございます。はい、 MLB ではね、80試合以上の登板があります。防御率こそ4点台っていうところではあるんですけど、しっかりと三振が取れているというところがわかります。で、今季もですね、3登板に投げておりまして、 8.1 イニング、4奪三振、防御率 4.32、 奪三振率 4.32、 四死球率 3.24 という成績でございました。はい、まあ3試合ね投げておりまして、まあ防御率はまずまずというところでございました。まあちょっとね、三振はそこまで取れていないなっていうところはあるんですけど、ウィップも非常に低く推移はしておりました。で、そしてトリプル A ですね、まあこれが非常に成績いいということになっております。15試合で3ホールド、20.0 イニング、23奪三振、防御率 1.35、 四死球率 2.70 ということでございます。はい、まあ素晴らしい成績ではないでしょうか。防御率1点台はもちろんですね、奪三振率も高く、四死球率もまずまずということで、まあトリプル A クラスでは無双できているのかなというところでございます。で、トリプル A の通算見ていくと、114試合で7勝9敗、19ホールド、6セーブ、146.2 イニングで、防御率が 4.36、 奪三振率 10.25、 四死球率 3.62 と、はい、まあトリプル A の通算で見ると防御率はやや高いんですが、それでもね、しっかりと三振が取れているということで、まあやっぱね、トリプル A クラスではかなり三振が取れる選手というところが言えるんではないでしょうか。はい、で、総評を見ていくと、ブルワーはカットボールを中心に投球の 80% を横方向の変化球で占めております。まあカットボール、スライダー、これが本当中心ということになっておりまして、まあそのため非常に多くのゴロアウトを生み出す選手ということなんですね。まあいわゆるゴロピッチャー、グラウンドボーラーということですね。さらにそれに加えて決め球のカーブというところはスピン量が多く高いケーパーを記録しております。そのため奪三振能力っていうのも十分に備えているということで、ゴロピッチャーではある一方で三振もめちゃくちゃ取れるというね、まあ、まさにピッチャーの理想系の形にはなっているのかなっていうふうに思います。で、一方でね、 BB パーですよね、ファーボールを出す割合っていうのが高いっていうところが不安要素ではあるんですよね。 MLB でも四死球率は5点台でしたし、やはりその辺がね、課題にはなってくるのかなっていうふうに思います。ただ今季は MLB、AAA ともに改善の傾向はあるので、NPB でもその辺はね、期待したいポイントかなというふうに思います。まあ制球力はめちゃくちゃいい選手ではありません。バカといって破綻しているわけではありませんし、トリプル A での予測率はまずまずと。で、 BB パーで見てもね、今年トリプル A、MLB ともに悪くない数字を残しておりましたので、そのぐらいの安定感でしっかりとね、日本でも投げてくれれば、やっぱそれなりに活躍っていうのが期待できるんじゃないかなっていうふうには思いますし、まあ期待値がね、高いリリーバーというところは言えるのかなというふうに思います。途中加入の選手として考えれば、まあ上々というかですね、非常にこう、楽しみな選手かなっていうふうには感じますので、優勝争いに向けて引っ張ってくる選手と考えればね、まあかなり妥当なところになってくるんじゃないかなっていうふうには感じますよね。はい。ではね、このブルワーの成績っていうところ、お話していきましたが、そこ含め阪神の助っ人事情というところですね。改めてね、ちょっとおさらいしていきましょう。はい、では助っ人枠というところでチェックしていきましょう。阪神の試合が助っ人投手成績というところでチェックしていくと、カイル・ケラーが18登板 18.1 イニング、1勝5ホールド、防御率 2.41 という成績になっておりまして、まあ、まずまずっていうところではあるんですけど、やっぱ今年は予識率が高いというところもあって、序列はね、上がっていない状況ということでございます。まあただ1軍にはいるよと。で、ビーズリーが先発調整で13登板19イニング、防御率 2.84 ということで、まあ、まずまずっていうところではあるんですが、今は2軍で調整中ということでございます。まあただいいピッチングはしているので、またね、1軍で先発するんじゃないかなっていうところではあるんですけど、で、ブライアン・ケラーが怪我もあって現在まで1軍で登板がないという状況になっております。で、野手に関してはノイジーが309打席もかなり経ってますね。67安打5ホーマー、打率が2割3分7厘、オービスが 0.609、 メイセスが93打席でホームラン4本、打率が2割1分3厘でオービス 0.676 という成績になっております。はい、まあそうですね、野手2人はそこまでめちゃくちゃね、いい成績ではないのかなというふうに思いますが、まあただ共にね、1軍で戦っているということになっております。で、まあこの助っ人陣に加えてブルワーということですね。まあやっぱね、ここまで見ていくとブライアン・ケラーがね、投げれていないっていうところもあったので、ずっと外国人枠っていうのが余っていた状態ではあったんですよね。それに加えてケラーの序列も上がっておらず、ビーズリーも先発にというところになっておりましたので、
やっぱこうリリーフ陣っていうところね、補強したいところではあったので、そうなればやっぱまあブルワーが来てくれるっていうところは非常に大きいのかなっていうふうにはやはり思いますよね。で、さらにそれだけではありません。まあ、新助っ人候補ね、他にも名前上がっていた選手がいましたよね。 BC リーグ茨城のキロメ投手、彼をねこう獲得調査しているというね報道がデカデカと出ておりました。まあさらに独立石川のサントス選手もですね、調査しているというね報道が飛んでおりましたので、まあ独立の選手を中心にある程度こう名前が上がっていたんですよね。まあなのでこっちに行くんじゃないかみたいな話もあったんで、まあこれがねどうなるのかというところではありますよね。まあほぼほぼブルワー取るっていうのが確定だとは思います。まあそうなると彼らを蹴ってブルワーにしたのか、それともブルワープラス彼らのどちらかを取るのかっていう選択肢もねなくはないとは思うんですよね。阪神の枠的にはですね、ブルワーを入れてあと1枠ということになっております。まだ補強の余地はあるのかなっていうふうには思いますので、ブルワーとこうダブル取りのね可能性っていうのもあるのかなっていうふうには思いますので、まああとね残り1枠っていうところをどう使うのか、まあこの辺がね一個注目のポイントかなっていうふうに思います。まあ個人的には全然取ってもいいのかなっていうふうには思いますけどね。もともと外国人選手少ないですし、まあブライアン・ケラーもねあまりこう復帰できるイメージも湧きませんので、外国人投手2枚に使って、でどうしてもギリギリで上げたくなったらブライアン・ケラーをウェーバー工事して枠を開ければいいだけなので、まあこの辺はね本当保険も込みで72枠っていうのをフルに使っていかないとやっぱ優勝っていうのも厳しくはなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあこう追加の補強っていうところもね今後要注目かなというところでございますが、というわけで今日は以上です。最後ネットで何の見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。ブルワー阪神なら弱さ不在の今、クローザーとかもワンチャンあるやんということですね。はい、そうですね、まあブルワーに関してはですね、やはりこう弱さ不在っていうところが今阪神非常に大きいです。まあ、岩崎選手がクローザーっていうところを務めてくれておりますが、とはいえね、やっぱまあ枚数を1個変えているっていうところは、ディスアドバンテージには間違いありませんし、そうなれば、やっぱね、使えるリリーバーがいてくれれば、かなり助かりますよね。助っ人枠も空いているので、まあそうなれば、やっぱブルワーの力っていうところは、ぜひともね、借りたいところと、で、まあブルワーがね、非常にこう安定感あるピッチングっていうのを見せ続けてくれるのであれば、もちろんね、最初はそこで使わないとは思うんですけど、シーズンのどこかでこうセーブシチュエーションで登板っていうところもね、可能性はゼロではないんじゃないかなっていうふうには思いますよね。まあやっぱ途中補強の選手っていうところ結構難しいところではあるんですけど、ただやっぱまあリリーバーに関しては比較的ね、いい選手っていうところが入ってきやすいね、ポジションでもありますので、その辺は期待できますし、ブルワーに関しても、まあ本当ね、トリプル A で状態いいですし、MLB の実績もあってスタッツもいいということになっておりますので、うまくいけばねその辺にハマってくれるんじゃないかなっていうふうには思います。まあ岡田さんに関してはね、そこまでこう外国人ピッチャーっていうところ、まあ、信頼度は高くないのかなっていうふうには思うんですけど、まあこのブルワーはね、どっちに転ぶのかっていうところが、まあ、楽しみかなというところでございますが、でこちら見ていきましょう。ブルワー取るのはいいけどセンター1枚取れな、森下使うのはそんな文句ないけどさすがに火力不足が過ぎるということで、はい。で、まあ一方で、リリーフの補強っていうのは当然必要ではあるんですが、野手の補強ですよね。その辺をどうしていくかっていうところですよね。やっぱね、こう、新助っ人をもう一枚取ってくるっていうことは、なかなか厳しいというか、ピッチャーの場合はね、2軍である程度試して、球見て、1軍で使うっていうところが、まあ、ステップ踏めるんですけど、バッターに関してはね、やっぱこの辺は、1軍である程度打席っていうのを割かなければ、通用するかどうかってのはわかりません。優勝争いが絡んでくるね、この時期に。まあ、やっぱね、それをするっていうのが非常に難しいですし、去年ね、アデルリン・ロドリゲスで大失敗をしている阪神。当然、こう、助っ人野手に関してはね、阪神だけではなく他球団も含め、なかなかこう、厳しい状況が続いておりますので、やっぱそこにかけるのは得策ではないかなっていうふうには思いますので、まあ、ある程度は取ってこないのは仕方ないとは思うんですよね。ただやっぱ近本選手が今現在欠けている状況と、センターで言うと島田選手や森下選手が守ってはいるんですけど、やっぱちょっと薄いよねということになっておりますので、補強が必要なんじゃないかっていうことではありますよね。まあこの辺は近本選手がどのくらいで帰ってくるのかっていうところによるのかなっていうふうには思います。まあそこまでね、長引かなければ、今の布陣で耐えれるものかなっていうふうには思いますし、無理に動かなくてもっていうところではあるんですけど、まあただちょっとね、1ヶ月、2ヶ月くらい長引くようであれば、そういう動きっていうのもね、
当然優勝に向けてしていかないとダメなのかなっていうふうには思います。まあピッチャーを補強したからこそ他のピッチャーをね他球団に出せるっていう状況も生まれてくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ当然外国人補強とかもそうなんですけど、それ以外の補強ですよね。まあ主にトレードにはなるんですけど、まだシーズンに入ってからは阪神行っておりませんので、この辺に関してもちょっとね目が離せないところかなというふうに感じますが、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。背のゲームセット、ありがとうございました。